面の者に立ち向かうか。ならば我は覚えておこう。お前の断末魔の後悔と苦しみをな。ダメだ。一歩も動けない。私は滋賀にも駆け上がらねえ。今まで何やってきたんだろう。獣の槍に頼ってただけかよ。しゃあねえだろ。あいつはわしの炎まで軽くいなすようなやつなんだぞ。獣の槍でもなけりゃよ。残雨、お父様、お母様は何か知ってるのね。そのために空から落ちてきたんでしょう。きっと仙人様より遠くから来たのね。あの、いいの。あなたは命の恩人だもの。それよりも残雨が来たところの話を聞かせて。きっと素敵なところね。みんな仲良しなの？うん、うん。私が行っても友達になってくれるかしら。ああ、向こうがほっとかねえよ。そっか、行ってみたいな。魂を込めた真剣が何の役にも立たなかったんだ。何にも。今さら俺のこんな腕が残っていてどうなるというのだ。おしまいだ。
終わりじゃないよ。あんたの手はこれから白面の者を殺す剣を作るんだ。負けないでくれよ。諦めちゃ悔しいよ。俺も手伝うからさ。ダメなんだ。あとはあの方法しか残ってないんだよ。あの方法ってもう一つあるんだよ。強い剣を作る暗黒の邪法が。今から100年もの昔、天帝に命ぜられた金作りの名工がその術の奥義を尽くして大金の鋳造に当たった。だがそれは困難を極め失敗が続いた。決心した名工は何をしたと思う？瞳悟空さ。己が娘を神の供物として炉の中に捧げたのさ。そうして出来上がった金は傷一つなく光を受けて七色に輝き、万里に澄んだ音色を響かせたという。そんな当たり前だ。そんなことができるか。父上も母上も死んでしまった今では自衛名が俺の全てだ。お兄様、良い剣を作ってくださいましね。何を言っているのだ。そんなところに立つのは暑いだろう。さあこっちに降りろ。次に白面の者を倒しうる剣を打てるのはお兄様だけです。お母様が髪を炉に捧げたように、今度は私の番なのですね。剣を、白面の者を倒す真剣を作るためなら、造剣の匠の娘として生まれた我が身をどうして惜しみましょう。やめろ。もう良いのだ。お前までなくしたら兄はどうすれば良いのだ。耐えられぬ、耐えられぬぞ。やめろジェメイさん。あんたまで死に必要なんかない。白面なんかのために。ジェメイ。本心から言ったのだろうか。え？あの時は本気で思った。だが本当は本当は心の底でこうなることを望んでいたかもしれないんだ。ならば俺は鬼だ。のなすべきことは一つだ。あの時なぜ笑ったのだ。
そんな運命に追い込んだ兄をなぜ許したのだ。せめて憎んでくれたら俺は自分を軽蔑し外道として息もできたろうに。ジェミキロさん。残余いつこから来たかも知らぬ強い少年よ。俺はようやく自分が何になるか悟ったよ。槍さ、鬼として剣を打った俺は槍になる。白面の者の血に飢え化け物どもへの怨念に満ちた槍にな。お前はいい男だ。白面と対して恐れぬ強さ、身をもって我らをかばった勇気、そして優しさ。お前の輝きは暗黒の闇にも決して引けを取ることはないだろう。俺は暗黒の槍になるが、いつかはお前のような者と共に戦いたいな。さらばだ。残余よ、証人となってくれ。我と我が一族とがどんな思いをかけたかを、我はせめて証人の名を我が身に刻まん。我らは白面の者を倒すまで残余の心の内にある。これが獣の槍。ジエメイさんが刃先に、そしてキロウさんが変化して絵になった槍。なんだこの槍。見てたら急に何か思い出しそうになった。まあいい、これを今ぶっ壊せばこれから先この槍にビクビクすることもねえ。槍が逃がすかよ。飛んでいっちまった。ジエメイさん。化けて出たのかよ。残余、いえ青月潮、私はこのようなものになって全て分かりました。私はあなたに槍の由来とあなたの母上について告げるものだったのです。そうだ母ちゃん、俺は母ちゃんのことを知るために来たんだ。時坂。いや、見るものは見、聞くものは聞いたかい。じゃあ今度は時を順に行こうか。この時順と共にな。これは義理お兄さん、いいえ、獣の槍は白面のものを求めて大陸中を飛び回りました。しかし白面は見つからず、憎しみと苛立ちで槍は妖怪を手当たり次第に殺し回ったのです。中国中の妖怪たちは槍に対抗するために手を結びました。そして長い死闘の後、槍はついに捕らえられたのです。一体一体妖怪が糸に変化し、妖物を封じるために織られた赤布によって、槍はこれより新山幽谷に封じられたまま長く復活の時を待つことになるのです。次に一人の男がこの地を訪れるまで。そいつがちょっかい出さなけりゃよかったのによ。私は白面の者の後を追いかけました。白面のもとにいつか必ず槍は現れると思ったからです。私はお兄様が心配でした。
もしお兄様が昇天する時が白面の倒れる時ならば、私は白面を倒したい。もう二度とお兄様と私のようなものがこの世に生まれぬように。そして私は知ったのです、白面の者が日本へ渡ったと。そこで私は生まれ変わりを体験したのです。日本人として転生した私の名はユキ。そしてこの国を滅ぼそうとする白面の者と再びまみえることになったのです。1160年、人間と妖怪が手を結び、白面の者との長き戦いの末、ついに白面の者は背を向けました。ふん、てめえ、見よい。でも本当の危機はその逃げ行く先にあったのです。本当の危機。白面の逃げた先は私の予感が告げる最悪の場所だったのです。柱の要よ。今我はこの柱に身を差し込んだ。我が再びここを飛び去ることを考えよ。その時この島の支える柱は全て崩れ出し、この日本なる国は大海に没するであろう。どうする、仲間が来たぞ。我をここから起こしにな。さあ女、どうする。女、そんなわけがあったのかよ。じゃあ俺の母ちゃんって。連綿と続く時の中で、私は白面のものを封じ続けました。そして力の限界が来た時、私は後継者を選んだのです。二代目はユキの血を引いた貧しい村娘、日崎帝。己の悲運を嘆きもせず、帝は白面のものを封じる任に当たりました。それから300年、帝にも力の限界の時がやってきました。私は再び後継者を探し出し、次のお役目となる子孫の前に立ったのです。日崎須磨子、後の青月須磨子です。今も海の底で結界を張り、白面のものを封じているあなたのお母様です。俺の母ちゃん。でもこいつの母ちゃんが結界を張ってんだったら、こいつはどうして生まれたんだよ。結界を張り続けてきた須磨子がある日、初代夢を見ました。私が立派な男の方に嫁いで暮らす夢です。幸せでした。須磨子。いいのです、初代。私はこの身を投げ込うなどとは思いません。すべては運命なれば、私はその安らぎの中で、こうした大役を果たせるのですから。ただ、その夢の中で、私は身ごもり、子を産むのですが、その子供が成長して、初代のおっしゃる槍を振るっておりましたよ。凛々しく頼もしい男の子でございました。私は確信した。槍は未だに白面のもとに現れぬ。ならばそれを操る人を用意しよう。槍を正しい心で使い、白面のものを滅ぼせる人を誕生させたなら、その人が槍を呼ぶだろう。須磨子、戯れに尋ねましょう。その子に名付けるとしたら
なんと。はい。私が今座するこの場所、そして何者にも負けぬ力を持つイオリ、ウシオと。そして私は妻子を下界に送り出しました。非常ともいえる2年の短い時だけを与えて。それで生まれたのが。そうです、あなたです。じゃあな、次に会う時が最後の戦いの時だ。それまで今の暮らしを楽しんでおくんだな。あなたにはこれからも様々な戦いが待っているでしょう。でも負けないで。あなたはあなたらしく元気に頑張ってくださいね、サンユエ。おめえ、もう後へは引けねえぜ。どうする？そうだ、もう後には引けない。だけど、そうだよな、一緒に戦いたいって言ってたもんな。この世界に来たいって言ってたもんな。ま、帰ってから考えるか。ギリオさん、ジェメイさん、一緒に行こう。何